はいどうも、ガンダムシリーズガチャがね、来たということでガチャ引いていこうと思います。今回のガチャね、魔法石10個ですと。いやー、きつい。んで、このラインナップの数ね。なので、とりあえずね、5連ガチャバババッと引いて、とりあえず30連か40連くらいして、コンプ狙っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっとメールね、引いていこうと思うんですけどね、ちょっとね、花粉症がやばすぎて、マジで鼻水とね、目が痒すぎてやばいんでね。ちょっと鼻すする音とかうるさかったらすいません。というわけでメール引いていきまーす。ポチ。いや、なんか今週からマジで花粉やばい。キモいわ。ほんとに。なんか、あれだよな。これは、星5。だ最初はもうね、てか、すいません。ガンダム知りません。ガンダム知らないんで、それリアクション取れないんでね、とりあえず引いていくって感じ。で、ダイヤが出たら熱いかなって感じかな。それ以外はもう、引くって感じ。一旦引いていこう。とりあえず。わかんないから。で、出てないキャラ狙っていくみたいな。そっちをメインでやっていくわ。で、これがダンジョンクリア報酬かな。うん、ドームね。ドームとかは知ってる、さすがに。なんかめちゃめちゃポピュラーなガンダムは知ってるわ。だからイラストがかっこいい系のガンダムも知らないって感じかな。で、これがドームと。で、なんか知んないけど、めっちゃメールもらえてるね。さすが11周年って感じ。石10個ガチャでこんなに引けるのありがたいね。で、多分ね、星7が画面上に表示されてると思うんでね、星7以上をコンプ狙っていこう、とりあえずね。で、ただ星7なんか交換所にいた気がするんだよね。これはそう、こういかつい系ね。イラストの気合の入り方がさ、なんか、リアリティですごい下がるよね。そう、ガンダム自体の機体のあれなのかもしれないけど、原作を知らないから何とも言えないが、なんかすごいよね。かっこいいですけど、正直見分けはつかないですね。ガンダム何々って言われても、な、初代だよくわからん。関係性がよくわかってないんで。あ、これ初代じゃん？あ、これ確定で買えるのか。確定でした。で、これも BGM はもらいますと。はい。で、星6以上確定ガチャ。これツイッターですね。ありがたい。まあ、ここは何でもいいですよ。あんまかっこよくないな、こいつの。うん。星7以上。星7、ん？さっきの星8？めちゃめちゃシンプルガンダム。って考えるとやっぱ星7しか狙わない感じか。全然言葉出てこない。なんか、このガンダム、ウエストめっちゃ細ない？なんか、スタイリッシュガンダムだな、これな。うん。さあ、というわけでね、ちょっと何が出てないか全然わかんないんだけど、とりあえずガチャ引いていきまーす。石買いました、マジで。いや、この前にね、なんかあの、石20個ガチャがあったじゃんか。あっちを引くかこっちを引くかでね、めっちゃ迷ったから。で、早速被っていくと。被んなよ、お前マジで。こんなちょっとしか引いてないんだから。なんで被んだよ。まあ、銀も別にね、レアリティが低いってだけで性能は結構強いでしょう。知らんけど。うん。性能とか全く見てね。じゃ、ツルツルの時点で被りだから、これ。いいよ、銀。新キャラどんどん出ていこう。あ、スタイリッシュガンダムね。で、キュベレイとかまだ出てないね。あいつは星7だった気がする。うん。シャーザグとかも出てないな、まだな。お、ダイヤ？いや、なんか渋いなぁ。これは凄そう。読み方わからん。赤いガンダム。なんか緑のやつすごい出てるやん。こいつ、こいつめっちゃ、もう3体目。やば。これ石、でもね、なんか石20個ガチャ引いてたからさ、なんか5連が優しく感じるわ。感覚バグってる。運営に狂わされてるわ、完全に。うん。どうした音。音どうした？そんなすごいガンダムどう今の。凄すぎてちょっと音バグってたな。
なあ、ダイヤ。まあ、でも、5連でダイヤ2ぐらいだな、マストで。お、いいよ、新キャラ。あ、キューベレー来た。いいね。こいつマジかっこいいよな。ガンダム見たことないけど、こいつだけはなんか知ってんだよな。見た目めっちゃかっこいい。異彩を放ってるわ。まあ、ダイヤには全然いいよ。もう金と銀はコンプしたかな。これワンチャンコンプしたとかある？いや、ないよ。シャーザク出てないもん、絶対。絶対出てない。まだコンプしてないだろう、さすがに。このダイヤ2熱いんじゃねえの？よしよし、いいよ。よーし、シャーザク。これワンチャンコンプあるな。ちょ、チェック。はい、モンスター検索に来ましたね。どうなんだろう。多分出てないのはね、ゼータガンダム。読み方間違ってたら申し訳ない。ウィングガンダムとグフ。こいつか。だからあとやっぱダイヤだな。金と銀はね、コンプしてるっぽい。多分。これ、違うよな。ホワイトベースってか、さすがに、さすがに違うと思う。あ、これ、これガチャか？ちょっとわかんない。これガチャかもしれない、ワンちゃん。もう、交換所かガチャ。でも、だいぶ下の方にいるから交換所だと思うんだけどなぁ。まあ、いや、とりあえずあと3体狙っていくわ。多分あと3体だと思うけどね、さすがに。ダイヤの数が多ければ多いほど、熱いんですけど、2個。固まらなーい。さあ、きついですね。40連か50連。お、ダイヤ？あー、ツルツルが1個あるんで固まらない。ふぅ、きついっすね。ちょっと単発いこう。単発でいこう。うわー、金。単発5連やってみて、金がどんだけ出るかだよね。これでもし全部金だったら5連ガチャの方がまあダイヤ出やすいんかなって感じかな。いや、俺ガチャ運ねえからさ、マジで金銀多いわ。うわあ、マジで。やばいじゃん。4体目。やばい、金銀がマジで艦隊作れるレベルで出てるわ。きちい。こいつら武器あんのかな？あ、武器ありそう。武器があるだけでちょっと救われるな。うん。よし、ダイヤ。固まってどう？なあ、シャーザク出たって。で、2体目。まあ、分岐あるんでいいですけど、全然。よし、ダイヤ2連、熱いよ。なあ、持ってんなあ。読み方わかんないやつね。この人、ダイヤの流れ崩したくないな。ナイス、ダイヤ、マジ神。キュベレイね。4体目かな、もう。さすがにもういらない気はする。よし、ナイス、ダイヤ、マジでありがてえ。固まってからの。わかんない。いや、出てるな。3体目。あー、くそ、コンプ無事かな。多分、グフだけなんだよな。あいつが出れば、最悪、あと交換で、なんとかなると思うんだけど。ダイヤ？やばい。石がもう13個しかない。マジでやばいじゃん。いや、これどうだろう。よし！持ってない、ゼータガンダム。正直見た目じゃ全然わかんないけど、ナイス。なあ、クソダメか。ラスト1回とかがもうできないレベルで石なくなった。チェックしまーす。はい、というわけで結果ですね。確定を除いたらどうなんでしょう。半分。半分ぐらいだな。半分より少ないか。5分の2ぐらい。5分の2ぐらいでダイヤ。で、星6と星7のバランスはね、まあ、そんなに悪くないんじゃねえかなーって感じではあるけど。グフが一体も出てないのマジきついなー。で、この辺のガンダム性能知らねえからさ。あと多分ね、星7が1体かなー。1体か2体だと思う、出てなくても。交換所行ってみるか。
はい、交換所ですね。交換所はやっぱサイレ扱うって感じか。石20個ガチャの弾をここで使いたくねえけどな、正直。ウィングガンダムとグフ。こいつら弱くあってくれ、マジで。一体確保すればなんとかなるみたいな性能だってほしい。えぐいって分岐。石10個ガチャでこの分岐はいかつくねえか、さすがに。うわぁ、スキブ2個か。スキブ2個か。しかも水もあるしな。これは一体は取っときたいやつか。周回とかで使うパターンのやつだな、多分。多分本体はね、あんま使わなさそうな気がするけどな。まだマシンタイプっていう縛りがあるからな。リーダーではあんま使わなさそうな気するけど。こいつは怖いよ。ランダムで光と回復を6個ずつ生成？強そうではある。でもな、全ドロップ6だからな。どうなんでしょう。性能なんて見てもわかんねえけど、さすがに1体は取っとかないとね。で、まあ、まだコンプできてないけど、コロシアムがあるんだよね、ガンダム。で、まだ多分、ダンジョン自体は来てないんだけど、それクリアすると、星70確定ガチャがもらえるんだよね、確か。まあ、なんでそこで一回狙っていけるっていうのと、来週になればまた確定ガチャが買えると思う。3600円で星6以上か星70確定。絶対買えるから。で、プラス360円で一回引けるでしょ。で、ワンチャンもしかしたらまだツイッターでなんかもらえるかもしれないし。って考えたら、無料だって4回くらい引ける。無料っていう考え方はどうかと思うけど。まあ、課金してでも星70かが当たる確率は4回あると。ってなったら、まあまあ、続きは来週だな。てかもうマジで自利品だから、とりあえず給料日で金が入ってこないともうマジきつい。貯金が底をつきました。使えるお金がもうね、ないんで、本当にね。とりあえず来週、土日をまたいで月曜になってからまたガチャ引くわ。爆死しないことを祈ってくれ、みんな。で、あとはもうほんと花粉が収まってくれることを祈る。マジで花粉症やべえから。死ぬ。いつもならこっからね、じゃああと3回行っとくか、みたいになるけど、もうそんな余裕もない。周回する石すらねえよ。3個で。やべえな。こいつ周回したかったんだけどね、ガンダムエアリエル。周回できません。ちょっと給料入るまではあれですね。報告見て、スタミナ回復して、やりくりしようかなと。こんなパズドラ久々だわ。ちょっと無課金の気持ちを味わおうかなと思いますね。いや、コンプできねえか。マジで全額ぶっ込んだんだけどな。50連でもダメでした。はーい。というわけで、来週もガチャ引くんで、皆さんよろしくお願いします。ということで今回の動画を終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画等アップしてますので、よければ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。もしくはちょっと花粉症で鼻声になったら、ちょっと声真似動画も上げていくわ。声真似動画気になる方はちょっとショート漁ってみてください。